疲れっす。お疲れっす。あ、ごめんね、なんかちょっと撮影前だから鏡で。大丈夫ですか？いや、ヒゲをさ、はい、最近整えてるんですけど、はいはいはい、でまあ下のヒゲもね、最近僕ちょっと生やしてて、あの前までだったら三国志の備前湖の関羽とかに憧れて、はいはいはい、ヒゲ僕伸ばしてたりしたんですけど、最近ちょっとね、まあ、顎ひげも意識的に伸ばし始めて、はい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 、あるね、人に憧れて、え、これまたね意識してやってるんですけど、はいはい、分かる？いや全然分かんない。すぐ分かんないです。すぐ分かんない。ちょっとじゃあ、はい、それ今から僕絵で描いていくんで、あ、分かった段階でちょっと当ててもらえたらなと思います。分かりました。じゃあちょっと用意するんで。当てますわ。はいはい、じゃあちょっと描いていくんで、まあ、はいはいはい、どっかね、どっかの段階で、あの早送りとかかいつまんでなってるかもしれないけど、僕の憧れの人をちょっとこれで、ね、描いていきますから。これちょっとこっち見て答えますわ、うん、はい、あ、そう、そっちもカメラ見て答える。多分ね、すぐ分かると思うんだ。結構有名な人だから。あ、有名なんだ。俺でも知ってます。知ってると思う、絶対知ってる。はいはい、絶対知ってるんだよね、多分。僕もあんまりね、結構、はい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 、結構久々に、どこ書いてんだ今、久々にね、そういう、はい、アリシェスから、え、久々にね、こういう感じで書いてるからね。今輪郭っていうか鼻が、そう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 、はいはいはい、そっから書いてくんだ。え、全く分かんないんだけど。嘘です。まあ今はまあ出来上がってないからか、うん、ないほんとに？この辺ね、この辺だいぶヒントになるね、この辺で。なんか、え、これ上が足んなかったね、ちょっと待って、これはこのやっぱ大きい絵を描くと、上はちょっとね、これ、うん、無理やりあるかもしれない。わかんないんだけど。嘘、もうでもこの辺でどう？福沢諭吉。ああ、お金の、お金の、確かにヒゲあるよ、有名だありますよね。ちょっと違うな。え、まだわかんない、まだわかんない。わかんないよ、こんなの。え、カウン？カウンはだから、違う。あごひげ描き始めたらでもわかるかもしれない。はい、これ、そろそろだってもう、大ヒントだよ、こんなの。こう大ヒント？大ヒント。あとこの、誰これ？お召し物とかでもわかってくるんじゃないかな。S 部長。誰？え、スケトさんじゃないですか。偉人だって。偉人、偉人。偉人か。うん。あ、これ、いいね、なんか。あ、でもこう、これでわかんない、こういうの。こういうの、え、こういうの大ヒントじゃない？何、全然わかんないんですけど。え、わかる、ね、見てる人、これ、いや見てる人は、もうあってなってコメント欄で見てる人は、マジこれわかったらコメントですぐ、これピロさんじゃん。だからちょっと自分を投影してる。あ、なるほど、なるほど。自分はこれになりたいから、うん、ちょっと、うん、ちょっとばかし、うん、なってるとは思う。自分を突っ込んで、そう、はい、ゴッホ。あ、確かにね、なんか、うん、ベレー帽っていうんですか、ある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 。え、これ分かると思います？これ多分ね、眉毛なのかな。あんま変わってないにしか見えないですけど。え、左目いっちゃってますか？教科書は左目なんかやばい、なんか同時使ってます。絶対に乗ってる、うん、結膜炎ですね。じゃあ最後、で、はい、答えてよ、じゃあ最後。はい、劉備。安倍の生命だよ。安倍の生命、はいはい。はい、皆さんこんにちは、ゲームイズナナピロです。はい、皆さんこんにちは、ゲームイズの城です。というわけで、はい、本名字またね、これやっていきます。やっていこうかなと。はい、まあ以前一回やらせていただいたんですけど、やりました。まあ、今回は、はい、なんでまた陰陽師やり始めるかっていうと、うん、1周年記念。おめでとうございます。おめでとうございます、共に。1周年記念。やっぱ、うん、1年続くって節目。いやー、そうですよね。なんでもそうだけど、1年ね、続くっていうのはもうこれはおめでたいことなんで。おめでたいことですね。まあ、まずそこからね、うん、お祝いさせていただきまして、はい、やっていこうかなと思いますけど、ま、ね、はい、まあ、もともとこのゲームをやってるプレイヤーの方が相当多いみたいなんで、うん、世界的に、うん、
なんで、まあ、1周年必然ちゃ必然なんですけど、うん、まあ、おめでたいことなんで今回やっていくんですが、まあ、前回、はい、なまあ、なんか結構ガチで割とやったじゃないですか、うん、クエスト、うん、クエストガチだったね、はい、でもあれもまあ面白かったんですけど、うん、ガチャが面白かったなと。これはね本当、ガチャ、うん、陰陽師はひいき目なしに見て普通に面白 い本当に普通にガチャ面白かったんですよ、うん、これね本当前回の動画でまたね、うん、見返していただきたいんですけども、うん、いろんなね要素でこれ弾けるんで、うん、今回もガチャから早速やっていこうかなと、うん、それは変わるのかは分かんないですけどね、確かに、はい、それは分かんないけど、ある、あ早速マカダマ召喚のところを押すとですね、はい、これ、まあ、書けるんですよ、うん、その四角の中に書いてなんか式紙召喚するみたいな、式紙召喚が例えば決まってるでしょ。お、いいね。はいじゃん。五号星。これでもいいんじゃない。ちょっとあの穴がちょろっと出たのが逆にで出るみたいな。これすごい。これすごい。あ、レアかびっくりした。はい。と、はいうことで、まあ、今ちょっと勾玉のままだったんで、うん、この召喚に必要な紙に、うん、紙五符に、はい、変えてきました。これに書かないといけないから、ね、はい。なんでこの五符に書いていこうと思います。はい、書いていきます。蝶々いるじゃん。蝶々の格好。蝶々書きます。陰陽陶謝海人滅、あー蝶々だ、蝶々ですよね完全に、いいねいいね、蝶々いきます、蝶々救急によるこれはいいんじゃない、なか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 そうな、うん、あれですよね、ポン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 いくけどしかも意外に出ないんだよね、うん、意外に、意外に、おお、ぐるっとした、向かうとことは限ら、あれお師匠さん、ね、あ前も出たな覚えてる、あの CV は小林優さんだからね星2のができてこその英雄だ、悪い人間しか、あ、こいつ強いぞ、確かなんかいいね、うん、はい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 、案内してあげようか、はい、前回も一応引いてるはいるんで、ある程度強いキャラ揃ってるんですよね、うん、かっこいいっすよね、これいいね、それ勢ぞろい、はい、じゃあ行こうか、音声召喚もあるんだよね、やっぱ書くので絶対変わってると思うんだよね、いや、あ、マジっすか、そう、そこ引き合わなきゃいけないってことですね、そう、何がこれになってるかっていうのがあるから、うん、自分今さっき蝶々言ってたよね、はい、棒人間とか意外に良かったりするかもしれない、ね、うん、ああなるほどね、棒人間とか、そう、すごい位置からスタートしたの、人間の根幹だから棒人間、もうちょっと上にスイスあったでしょ、棒人間その中途半端な位置する救急によりつく、多分意外にあるよ、意外と意外に、うん、書く人多そうだけどねマジ、うん、おうん、はいはい、でもブルッツするから分かりやすいですよ、これ違います、飽きたらね、はい、落としたのは金の斧、あ、これ強そう、あ、来た、それとも銀の斧かの、エビス、これ前回も来ましたね、エビスはね、強そう、お、私は綺麗だから、持ってないな今の、お友達になりましょ、え、引きすぎじゃね、忘れないから、おほらなんでこんな出たの、めっちゃ出るよ、強い魂、圧倒的 SR 集だったけどね、どうしてか、はい、え、何体出た、4体ぐらい、やばくね、これは結構いい、結構いい方な気がする、としては一応 SSR ってのがいるんで一番ね、うん、それが欲しいって欲しいんだけど一枚ぐらい欲しいですね、 SSR ね、音声ショーやってみたら、じゃあやっぱ長押しして送信するの、長押しして言うんじゃない、あー出て、意外にあるよ、え、でもちゃんとマジで喋んないと何も反応しないし、うん、今変化してたの、そろそろ賃上げしてくれまへんか、あるかのありようが剣の、え、餌はかっこいい、犬神って真摯か、これこれ使いたいシンプルでいいねじわる、お、あ、これ前もね、前も騙されましたよ、前もかわいい、はい、うん、1体犬だけワンワンをお願いします、え、じゃあ出すよ、はい、 SSR 欲しいですね、いきます、音声召喚、音声召喚、あんねねねねねねね、はいはいはい、ラッ、反応しなくて、反応しなくて、回転しちゃう、え、あれ今じゃああれだ、音声召喚うまくいかなかった、違うな、音声召喚うまくいかなかった、あれ恥ずかしかったな、結構恥ずかしい、あー、うわー、しょっぱいぞこれ、あれっすね、常連様かも、お、来た、可愛くない、可愛い、道中の見聞を全て記録し、やっぱ、SR で出てるの、大阪さん、大阪さんでしょ、これ音声召喚ちょっと難しいね、これ全部塗りつぶすって前回やりましたっけ、やってない、そういうのはあるよ、意外に、意外に綺麗に塗るのに難しかったりするし、むずいですねこれ、これめっちゃ時間かかりますね、もうちょいじゃん、でも結構やばすぎ、あ、塗りすぎ注意かな、
あ、自動的になったの。はい、自動的になりました。あ、じゃあ一定数塗りすぎる、一定数塗りすぎるとって潜ると、お、これ濃いね、濃いね、うん、初っすわ。そのよ、今日の食べ物か、究極すごいな。あー、小林さん、お師匠様が呼んでね。はい、SSR 出ないね。マジ SSR 出ないですね。臨、病、頭、社、会、人、列、一筆書き、全、はい。いや、近づかない。おお、 SSR、 しかもえ、てか強そうじゃない？かっこいいし、かやばくない？かわいい。え、妖刀姫超強そうじゃないですか。え、強そう。これ、え、いいじゃん。イラストすげえ好き。え、これ今までの中で一番イラスト好きかもしれん。もう一回出たり。お、お、なんか、はいはいはい、はい、でもそなたの負けですね、いいね。悪いの。そうそうそう。お、あ、いや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 、全然いいっす。今回新規の SR めっちゃ引いてんな。よかった。あ、見える範囲。あ、さっき言いましたね、はいはい、めっちゃ聞けてんじゃないですか。やばくね、これ。これガチ普通に よかったじゃん、やっぱ SR 新規も2枚出てますからね。顔じゃない、やっぱ今顔っぽかったっすね。じゃあ俺ポニーテールの可愛い女の子。あ、いいね。やっぱ人が引いてるっていうのを機械に理解させないと、これロボットが引いてんじゃないかなと思わせたら負けなんじゃない。絶対そこで判断してんだよ。なんかあるじゃん。お、いいね。ピカソもこれは顔負けだよ。ポニーテールの可愛い女の子。これなかなかいい絵だったよ。全然可愛くない。に一筆書きかけるのむずいっすね。むずいでしょ。マジでむずい。たどっていかなきゃいけない。でもなかなかいい、これ。お、出方はすごい。君は一人じゃない。お、え、強い。そうだし、こいつもかいいじゃん、イラストも。え、なんかやっぱレアリティ高いやつ顔せつ全体的にいいね。あ、かわいい、かわいい、いいじゃん。この辺は条例。お、悪い人間。あ、さっき言った。これはかわいいね。このイラストの方超かわいいんだけど。いや、これ十分じゃない。いや、これでかいわ、はい、しかも顔説じゃん。え、てか SSR2 枚はでかくないですか、うん、今だって60連ぐらいしかしてないですよね、まだ。これ顔説100%じゃん。これラストっすね。確かにこれラスト。じゃあラスト。ラスト顔。誰の顔、顔あれかな。世界観がきます。確かに、ね、なんかでも、うん、そういう臨、病、頭、社、会、人、列、財、全部。え、誰？あの、輪郭まではちゃんとしてるのにね、顔の中身クソネクトになるんですよ。難しい、あそこね。あー、エルサある。これ持ってないですね。あー、かわいいけど。かわいいだけの。エルタさんに出てる。いや、でも十分じゃないか、エルサある。普通に結構出ましたよね。出た、出ましたよね。 SR 出たし、うん、SSR2 枚出たかな。いや、最終的にでかすぎだろ。ちょっと今引いたキャラちょっと使ってみたいんですよ。普通に使いたい、はい、うん、使った時のなんか動きとかが結構このゲームリアルで、まあ、今でも実際使ってみましょうか。十分動いてたし、うん、行こう。はい、はい、戦ってくれ。じゃあ早速先ほど引いたガチャで引いたキャラを、うん、今回編成して、まあ、SSR、SR を何枚か引いたんで、まあ、その中でも、はい、ピロさんが引いた SSR のキャラを1枚ずつ、こいつと入れて、そう、真ん中のキャラ、はい、真ん中のやつがピロさん引いたやつで、この今動いたのが、そう、そうね、俺が引いたやつですね。で、このマリノコは個人的に可愛くて好きだったんで、今回使っていこうと思います、うん、はい、で、ちょっとだけレベル上げたんで、十何レベルぐらいにはなってます。いきます。まあ、そこまですごい強くは多分ね、うん、なってないと思うんですけどね。そうですね、いい感じに、ある程度は。でもさ、サクサク動かせるね。あ、いいね、いい地域、すごい、いい地域、視点も変えられますから。動きがいいですよね、生命強っ。動きはね、まあこれ前の1回目のね、はい、あの動画の時も言わせてもらったんですけど、うん、動きがいいし、はい、何よりこのグラフィックの質で、うん、こんな動かないからね、普通。動かないですね。妥協ないですよね、そう、なんか綺麗ですよね、うん、6回連続攻撃ですよ。あ、マジ？いいですか？いいよ。真ん中のやつに打ちますよ。邪魔金魚、かっこよくね。はい、持ってく？結構持ってった。あ、持ってったじゃん。一匹持ってきましたよ、こった。で、今これだ、あれでしょ、状態状況。コーラスんだもんね、コーラスっこ。次は生命。あ、6連切り、もう一回やりますね、うん、絶対持ってけるでしょ。回心出ちゃった。いや、これかっこいいな、普通にいいな、この子。で、このね、うん、勝った後の動きが好き。あ、わかる。あ、並んでるやつですよね。そう、めっちゃこれ好きなんね、何回も見たくなる。もう一つなんか違う敵と戦ってみましょう。行こう。あ、強そうっすね、今回。若干ね、若干強そうっすね。これなんかお札がね、かかってるけど鬼に。一応必殺出すね。うわー、凍ってる。え、出てんじゃん。でかい。結構出ましたね。半分出たよ。
まあ、結構使ったからなポイント。でもセイミね攻撃だけで終わると思うセイミは育てすぎちゃってる、ね、あこいつはちょっとね、うん、やりすぎてるんでね桁がちょっと違ってたけど、まあ、ドラゴン本気でしたまあ、という感じで、まあ、今回引いたキャラの動きは見れましたけど、うん、攻撃役っぽかったっすよね。一人状態以上の子もいたけど、うん、雪道寺でしたっけ、あの子は真ん中の子は、うん、もうアタッカーっぽかったね、アタッカーっぽかったっすよね、はい、って感じで、まあ、引いたキャラをね今回使ってみました。はいはいはい、ということで、まあ、今回1周年改めまして本当におめでとうございます。それにつきましてキャンペーンの説明がありまして、はい、まあ、もちろん1周年記念ってことなので、うん、ないわけないけど、まあ、今回ちょっとガチャ引かせていただいたじゃないですか、はい、実はまあ新キャラがも出てまして、新式神と SSR の山風っていうキャラと、はい、あと SR のカオルってキャラと虫師よく言いますね、虫師、はい、が出てたんですけど、まあ、今回引かなかったんですけど、本当はそれもね実装されるとい、はい、いいね、1周年なんかふさわしいね、やっぱり、うん、新キャラ追加、新キャラ追加。でも1周年記念のキャラとかって普通強かったりしますよね。絶対強いよね。まあだから山風って名前を覚えてた方がいいかもしれない。山風強そうだな、うん、もう一個キャンペーンを言っておくと、はい、ログインボーナスですね、うん、はい、これがですね期間こちら出るかな、はい、2月の22日、0時から3月16日の23時59分まで、はい、で累計その期間に、うん、7回ログインしていただければ、うん、7回目までログインボーナスがもらえます、はい、毎日オロチの激輪が50個もらえたり、はい、途中でガチャ引く5符がもらえたりとか、うん、素材のだるまだったりとかが、はい、まあ多分詳しくはテレプの方に、うん、はい、出てると思うんですけども、まあ、もらえるんで、もらえるとぜひ。今言った期間の間にですね1回でもなんかログインとかが切れちゃったりするじゃないですか、うん、すげえわかる、うん、なんか、うん、この日やってなかったみたいので、そう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 、でその日のやつもらえないみたいなことあったりするじゃん、ね、普通に、ね、ただこれはログイン切れてもその期間内に7回目までだったら、うん、いつログインしてももらえるんですよ。累計なのが、はい、優しい。そうですね、普通になんで連続ログインが必須ってわけじゃないんですよ、ね、うん、なんか忘れちゃっても大丈夫なログインボーナスになってます。さすが1周年って感じですね、うん、はい、そちらもねぜひよろしくお願いします。なんでまあ続けてね、でもやっていただければと。そうですね、ということで、まあ、1周年なんですけど、うん、今ゲーム内のキャンペーンは紹介させていただきますけど、はい、ゲーム外でもあると、まあ、1周年なんで、うん、キャンペーンがありまして、はい、まあ、キャンペーンというよりイベントなんですけども、うん、謎解きイベント、謎解きイベント、リアルで、体験型、はいはいはい、まあ、体感型っていうのかな、うん、謎を、ね、解いていくっていう雨の生命と一緒に、うん、そういうイベントが東京と大阪、はい、日本だと、はい、まあ、他は海外、世界、そう、はい、世界なんで、あと3カ所はね世界になるんですけど、なるんですけど、まあ、日本だと東京と大阪で開催することが決定しています、うんうん、まあ、今回特別にね僕らの動画を見てくださった中で、はい、コメント欄に、うん、僕らの動画のコメント欄にツイッターの URL を載せてコメントしてくださった方には、はい、その公演のチケット抽選で5名様にプレゼントする形になっております。なんで今の聞いたりして、はい、まあ、うん、URL 飛んでもらって、ね、これちょっと行きたいわみたいな人は、はい、うん、ぜひコメント残してくれいただければ、はい、そっか抽選しますんで、はい、当たるかもしれないし、かもしれない、ね、だないかもしれないんで、ね、ないかもしれない、はい、ぜひご覧ってご応募よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。いやまあでもね、うん、陰陽師どうでしたこれ、うん、いやもう、まあ、ガチャは面白いとは言ってたけど、うん、別にガチャだけのゲームじゃないんですよ、うん、やればやるほどいろんな要素が出てくるんで、うん、まあ、そっちもちょっとやり込んでほしいですね。確かにね、今回ちょっとやり込みが半端ね、そう、うん、やばいんですよこれ、ね、うん、やり込みもね、ライクもやばいし、ガチャもやばい。こう生命自身が育てられたりとか、うん、生命の後ろにいる竜いる、ね、育てられたりとか、うん、もう、まあ、いろんな要素があるんですね、うん、だから尽きないっす遊び方が。これは世界で遊ばれる、うん、理由ですよね、うん、なんで気になった方は、うん、まあ、やしやんじゃないけど概要欄にね、はい、ダウンロードリンクありますんで、ぜひそちらからダウンロードいただけたらと思います。よろしくお願いします。まあ、あと僕らもねツイッターやってますし、はい、サブチャンネルもねやってます。ゲームのセンスもやってますんで、ね、登録よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回もゲームズアリプタジオ5からお送りしました。ナルピロでした。しゅうでした。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。